アンドリュー・マーク・ヒーニーは、アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマ市出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称は、ヒーイン・ドッグ。2009年の MLB ドラフトで24巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、オクラホマ州立大学へ進学した。2012年の MLB ドラフトで、マイアミ・マーリンズから1巡目指名され、 7月13日に契約。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで2試合に登板後、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズへ昇格。A 級グリーンズボロでは4試合に登板し、1勝2敗、防御率4.95だった。2013年は、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツで13試合に登板し、5勝2敗、防御率0.88と高騰。 8月に A 級ジャクソンビルサンズへ昇格。6試合に登板し、4勝1敗、防御率2.94だった。2014年は A 級ジャクソンビルで開幕を迎え、5月にトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズへ昇格。6月16日にマーリンズとメジャー契約を結び、6月19日のニューヨーク・メッツ戦で先発起用されメジャーデビュー。6回を投げ、 4安打1失点と高騰したが、マーリンズ打線がザック・ウィーラーに完封され、メジャー初黒星を起死した。4試合に登板したが、0勝3敗、防御率6.53と結果を残せず、7月6日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。登録枠が拡大された9月2日に再昇格。昇格後はリリーフとして2試合に登板し、4.2回を無失点に抑え、 シーズン最終登板となった9月26日のワシントンナショナルズ戦では先発に復帰したが4回を投げ1本塁打を含む6安打4失点と結果を残せないままシーズンを終えた。この年は7試合に登板し0勝3敗防御率5.83だった。2014年12月10日に D ゴードン、ダン・ハレン、ミゲル・ロハスとのトレードでエンリケ・ヘルナンデス。 クリス・ハッチャー、オースティン・バーンズと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍したが、その数時間後にハウィー・ケンドリックとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。2015年9月10日、MLB 選手としては、史上初となる自身の価値を株式市場に手売買することが発表された。野球の方では、シーズン後半に先発ローテーションに定着。 18試合に先発登板して、防御率3.496勝4敗という成績を記録した。2016年は1試合に先発登板し、6.0イニングを7アンダ4失点という投球内容で敗戦投手になった。その後、肘の負傷が判明して、トミー・ジョン手術を受ける羽目になり、そのままシーズン終了となった。2018年6月5日、 自身の27歳の誕生日のカンザスシティロイヤルズ戦で自身初関東、初完封を達成、スコアは1から0で1安打、一1死球、4奪三振、116球という内容だった。この年は自身初めて規定投球回に到達し、九勝10敗、防御率4.15、180奪三振などを記録した。 2020年1月10日に1年430万ドルで再契約に合意した。エンゼルスの開幕戦のオークランドアスレチックス戦で先発で登板し、4回と2、3回を投げ、6奪三振で1失点を記録し勝ち負けつかず、チームは3から7で敗北した。2021年7月30日にジャンソン・ジャンク、エルビス・ペン・エイロとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。 ヤンキースでは、先発投手とリリーフの両方経験したが、移籍後の防御率が7.32に落ち込むなど、成績が振るわず、9月29日にマイナーに降格。キャンプ地がある、フロリダコンプレックスリーグヤンキースで調整をすることとなった。ありがとうございます。